ワクワクする方を選択するのと、ギリでやらなくちゃいけない方を選択した先にそれぞれの結果があるだけのことなんですよね。プレゼントを選ぶときに包み紙、ラッピングペーパーで選んではいけないと思うんですよ。怒りっていうのは自分の尊厳を傷つけられたと感じるときに感じる感情なんですよね。自分が世界に望むものをちゃんと言って、そしてそれを受け取るってことは人生の基本的人権の一つなんですよ。本田健の人生相談リア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、最近健さんまたこのオンラインで世界各国に向けてご自身の、例えば講演やインタビューも受けたり配信したりしているっていうことで、時々お話は伺っていたんですけれども、はい、特にこの近況について伺いたいんですが、はい、最近はどうですか、このメディア出演とかも継続されて、この英語で受けられたりしてるんですか？そうですね、基本的には英語でいろいろこう しゃべったり、歌ったりはないですけどインタビューに答えたりしてます。というと、例えば時差とかも出てくると思うんですけれども、それこそ日本時間での朝とか深夜とか、そういうものでもいろいろ配信したりインタビュー受けたりってされてるんですか？そうですね、基本は朝は7時からっていうことにしてるので、6時に起きてれば大丈夫なんですけど、朝はアメリカの西海岸、朝は東海岸で、だんだん10時11時になってくると、西海岸で、そして夕方はドイツとかヨーロッパがいいんですよね。で、夜の9時とかは日本みたいな形で、なんか面白いですね。なんか僕の朝はそうやって始まって、夜は、深夜でね、向こうの朝のラジオに出たりもするので、そういう時は11時とかにインタビューとか入ったりとかしますけど、そういう意味で1日どっかのタイミングで出演があるっていうのは結構多いですね。そういうメディア出演以外で海外での活動っていうのは何か他にされたりしてるんですか？はい、今やってるのはスイスの会社とアメリカの会社と契約して、それぞれこうオンラインのプログラムを開発してるところで、一つはそのこうパラノーマルっていって、こう左と右とその音が違って入るようなのがありまして、僕は左耳で、開発者が右からハッピーマネーのその音源を喋るみたいな、そういうのを開発したりとか、それで脳が活性化するってやつなんですけどね、それとか、そのあとは、スイスではお金と幸せについて、善についてやるっていうので、今あとスペインの会社とも交渉してるので、あとアラブの会社ともやろうかって話をしてるので、結構ね、日本語の活動もなんですけど、英語の活動の方が忙しくなってきましたね。すごい。そういうそれこそスイスとかスペインとか、そういう中東もそうなんですけれど、それはハッピーマネーの流れから検査にオファーが来るんですか？本当にこれは話し出したらまた一つのなんか特集になると思うんですけど、一つがまたわらしべ長者のように、その一つのドアを開いて、また一つのドアを開いてっていう形で結構つながってるんですよね。もちろん本がその、起爆剤にはなってるんですけど、僕が出た有名なそのセレブの人が出る番組を見て声がかかったりだとか、そういうふうなことが多くて、今はまた今度中国との会社ともまたやることになってるんですけど、そういう意味ではそのシンガポールの会社と中国の会社と、いろいろですね。だからちょっとなんか大きなのに紙に貼ってしてるんですけど、そうじゃないと忘れそう。すごい。そうするとそれこそオフィスのスタッフの人たちももう忙しいですよね。そういうこういろいろな、なんていうんですか、コーディネートみたいなのも大変ですもんね。そうですね、だから中国は2人、そしてアメリカはPR の会社に3人で、それ以外にアメリカ人を3人雇ってるんですけど、もう結構フルタイムに近い形でみんなやってくれてます。そうなんですね、本当にこのオンラインの去年からの時代になってのこのバーンと広がるっていう健さんの見てると、本当にこの今の時代に沿った乗り方してますもんね、健さん。そうですね、なのでそのここからその結構面白い活動ができて、2022年とか、そのいよいよこう世界中にね旅行できるようになったら、今の縁を使ってぜひ行きたいなと思ってます。ですよね。またその時にはオンラインじゃなくて、やっぱりリアルがいいねっていうことでの
またそういう話もいっぱい来ますでしょうしね。そうですね。なのでここから、今まあその仕込んでるっていうか、2022年以降の僕の世界旅行に、のなんか行き先を今開拓してるって感じですかね。またじゃあ教えてください。ぜひ近況報告として。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今回も最後までお楽しみください。それではラジオネームキョンキョンさんです。質問お願いいたします。はい、健さん、まどかさん、よろしく、ね、お願いいたします。よろしくお願いします。私は全てのことにおいてワクワクするかどうかを基準に判断してきていました。でも今現在、ワクワクするかどうかって始まってるんですが、途中でちょっと怖くなったり立ち止まったりすることがあります。で、継続は力なりで、継続してきたことも風の時代で流れに乗って、ワクワクしなくてもそのままちょっと進んだ方がいいのかどうか、ケンさんに、アドバイスを受けたいと思いました。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まずね、いいか悪いかっていうのはないんですよ。はい、ワクワクする方を選択するのと、ギリでやらなくちゃいけない方を選択した先にそれぞれの結果があるだけのことなんですよね。うん、で、僕は一番 困るっていうか、そのどうしようかなと思うのは、例えば恋愛で考えたら分かると思うんですけど、あるこの、ね、パートナーには、男性には女性にはすごく心がワクワクするんですって、うん、でもう一人の方はワクワクしないんだけど、お金持ってるんです、いや金持ちです、うん、仕事が公務員で安定します、どっちを選びたいですかって言ったら全く違う2種類の人生があるってことですよね。はい、うん、キョンキョンさんならどういうふうにアドバイスします？そういう人がいたら。そうですね、もう最初の自分の直感を信じて、はい、もう最初これで行こうとワクワクした方に進んでみてくださいってアドバイスします。はい、それが僕の答えです。はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、なのでね、はい、自分が本当にやりたいと思ったことと、こっちは有利だなと思うことってあるんですよ。でもね、こっちが有利だなと思うことは大抵浅知恵なんですよね。はい、例えば今の条件がいい、うん、けどもそれがずっと続くとは限らない、うん、例えば結婚でいくとね、20代でお見合いして金持ちの御曹司だと思ってお父さんの会社継いだけど、40代で失敗して破産する可能性もあるんですよね。はい、よりは20代は貧乏だけど本当に素晴らしい人で、この人だったら大丈夫っていう人と一緒に会社をやって40代で成功するっていう道の方が最終的には全然幸せなはずですよ。はい、うん、だから僕はよく思ってるんですけど、そのプレゼントを選ぶときに、その包み紙ラッピングペーパーで選んではいけないと思うんですよ、うん、はい、だからその包み紙が綺麗であればあるほど中身がしょぼい可能性があるんですよね。はい、それは僕の物の見分け方のときに、そのあまりにもいいものとかはできるだけ選ばないようにします。どちらかというと仕事とかも条件が悪かったりとか、あるいはなんでっていう風なもんだけども、僕は心がワクワクする方を選択すると大抵それが後で成長するとか、うん、後でうまくいくっていう結果につながることが多いので、はい、最初条件がいい時ってのはそれがピークだったりするんですよ。あ、はい、うん、だから一番いいものじゃなくて株でも何でもそうですけど、一番安い時に仕込んでおくとそれが成長しますよね。はい、うん、それは僕は自分の心が知ってると思います。でキョンキョンさんもそうやって生きてきたんでしょ。はい、うん、そうです、はい、それは人に聞かず自分の、心に聞いてください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではラジオネームりさこさんです。質問お願いいたします。はい、けんさん、まどかさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は自分の感情の表現の仕方についてけんさんに質問したいです。楽しいとか嬉しいといったポジティブな感情はその場その状況で自然に表現できるんですが、ネガティブな感情、特に怒りの感情をうまく表現できずに、後々自分でこう抱えて悶々としたり、なかなか消化ができずに、うまく消化できないことが悩みになっています。もう少しストレスとうまく関われるようになりたいと思っています。はい、ありがとうございます。怒りっていうのは自分のルールが破られた時、あるいは自分の尊厳を傷つけられたと感じる時に感じる感情なんですよね。でそれを、
ちゃんと相手に言えたり、それさっきの失礼ですよっていうふうに言えたら怒らなくても済むんですよ。だから普段 の, に、はい、日常生活と人間関係の中で風通しの悪い関係を持ってると怒らなくちゃいけなくなっちゃうんです。今僕はほとんど怒る必要がないのは、自分の損害が傷つけられたとか、ルールを曲げられた、政府とかそういうのはともかく、その個人的レベルとか生活の中でほとんど起きないんですよね。それは、その僕は人間関係で誰かに何か言えない、もう嫌だけどやるしかないとかっていうのがほぼゼロだからなんですよ。だからそこのまず人間関係、そして仕組み、仕事とかも含めて、自分がやりたくない、意に沿わないことをやらされてる人は怒りやすいんですよ。はい。だから嫌いな仕事をしていて、嫌いな人たちと付き合って失礼なことを言われたら誰でも怒るんですよね、逆に言うと。それはピンときますか？そうですね、結構圧力かけられると萎縮してしまって、割と自分の殻にこもってしまったりとかするんですよね。そう、だから多分そこで言わずに、こうなんかこう殴られたらやり返すみたいなね、だから倍返しだみたいな日本人が好きなんです。なぜかって倍返しできないからなんですよ。はい。だから少なくとも自分がどういうふうに尊厳をなんか侵害されたのかってことをちゃんと理解する必要があると思います。でそれを自分でまず認めた、あ、私をすごく傷ついたんだっていうような感じのことを冷静に受け止められたら、その人に対して怒る必要はだいぶ減ってくるんですよ。はい、自分はそういうふうに感じてるんだ、例えば、めっちゃ太ってるね最近とかって言われたらカチンとくる、結婚はって言われたらカチンとくる、なんでそんだけ価値が低いのって言われたらカチンとくるっていうのは、それがダメだっていうふうに思ってて、うすうす気にするようなことを言われるから怒るんですよね。はい。だからそういうのがなくなってくると怒れなくなるんですよ、逆に言うと。なので自分が怒ったりとかネガティブな感情を感じて表現できないという時は、そういう環境に自分がいるんだってことにも気がついてほしいんです。なるほど。そしてそれをまず自分が認めてないってことですよね。はい。今悲しいんだとか、今怒ってるんだとか、今落ち込んでるんだっていうことも認めてないから怒りがたまるんですよ。なんとなく分かってきましたか？はい。なんかケンさんが以前翻訳機能を変えて、こうなんだろう、意味付けをちょっとおばさんがこう割り込んできたら、あ、やった来たとかっていうお話を聞いたことがあって、はい、私もこう意味付けを上手につけて、なるべくこうスムーズに解釈できるようにっていうことを実践してるんですけど、結構身内のこととかになるとなかなか翻訳機能うまく使えなかったりっていうのが。翻訳機能分かるんだね。そう、でもだって考えてみて、ローマ時代の奴隷戦のね、ロールを超えてる人がいたとして、いやいや今は自分はそのなんかこうバケーションに来てて、なんかこう美しい湖でこの船を漕いでるんだってどんだけ思ったって、やっぱ奴隷戦なんですよ。だからやっぱその時には奴隷戦から降りないとダメなんですよね。だ、意味付け変えるのは素晴らしいけど一時的なことであって、やっぱ大きなメカニズムっていうか力学を変えないと、やっぱり父親母親との関係とか家族の理不尽な力学みたいなものに対しては怒りを感じるのは当然なんですよ。梨紗子さん優しいから、そうやって自分が怒ってるとか自分がこういうことを望んでるっていうふうに言ったら相手に負担だと思ってるんですよね。はい。そう、それもやっぱりどっかで解決する課題ですよね。自分が世界に望むものをちゃんと言って、そしてそれを受け取るってことは人生の基本的人権の一つなんですよ。はい。それを親に遠慮したりとか、パートナーに遠慮したり、お子さんに遠慮したりしてるのはもったいない。だって自分の人生なんだから。はい。だから一つの目標は翻訳機能をやたらとフルに活用しなくてもいい人生ですよ。はい、はい、なのでぜひ自分が怒りとかストレスフリーな環境はどういうふうな環境なのかってこともよかったら同時に考えてくださいね。そうじゃないと人生ボロボロなのに翻訳機だけと上達したらなんかそれで幸せになったような感じがしても、それは偽物の幸せだから。そうですね。はい。わかりました。ケンさんに沿ってきてよかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。
まずはリスナーの方からの特別な挨拶ご紹介しましょう。ラジオネームなごみさんです。私がおすすめした挨拶は安田忠さんの超一流の雑談力超実践編という本です。いろいろな場面における会話術を紹介している本で、雑談力とは言いつつコミュニケーションの基礎力を上げてくれる一冊だと思いました、ということで送っていただきました。さあ、そしてケンさんが選んだ本何でしょうか。はい、風の時代に自分を最適化する方法、ユージさんという方が書かれた本です。風の時代がキーワードで出てますけど、このユージさんはケンさんはお知り合いですか。あの、ね、直接あの面識はないんですけど、でもこの風の時代っていうキーワードでね、あの買った本なんですが、すごい面白くて、あの風の時代ってどういうものなのかとか、どういうふうに生きたらいいのかってことがコンパクトにまとまってるので、風の時代に興味がある方はぜひ一読をお勧めします。はい、アルファベットでユージさんなんですね。はい、そうですね、はい、ね、多分誰か彼かの知り合いではあるので。ああ、そうですか。かなと思ってます。はい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。行動がすべての成功への基本的な鍵である、パブロ・ピカソ。そこで